灯油を買い求める人がいますね。次々とお客さんが来ます。ここは名古屋市中区にあるガソリンスタンド。寒波の影響で暖房に使う灯油を買い求める多くの人の姿がありました。お邪魔した午前10時半からのおよそ30分の間に14人も来店。中にはポリタンク7つをトラックの荷台に乗せて灯油を買いに来る人もいました。寒いから灯油を買いに来たんですか？そうです、そうです。暖かい方がいいです。ダメな嫌ですね。雪が積もったら車で来れるんで、今日のうちにやることを用意して、とりあえずは大丈夫でしょう、これで。石油ファンヒーターです。じっとします。店長に話を聞くと、土日の方が忙しかったようで。土日が結構皆さん灯油買いに見えました。 2,3 割いつもより多いんじゃないかなという状態ですね。普段1本2本のところを3本とか4本とか10年に1回ぐらいの寒波だって報道してますんで、やっぱり備えといた方がいいんじゃないかなと思う方が多いんじゃないですかね。一方、こちらは愛知県一宮市のホームセンター。暖房用品の売れ行きを聞きました。石油ファンヒーター、石油ストーブなどの暖房用品がもう売れておりまして、今もう残りがこちらの量だけになっております。ストーブに関しては 1.5 倍程度。寒波の影響で暖房用品の売れ行きが先週から伸びてきたといいます。去年の10月以降のシーズンは例年通り12畳以上の部屋に対応する大型タイプのものを買い求める人が多かったそうですが、今シーズンは最強寒波の影響もあり、ここへ来て子供部屋などの12畳以下の部屋に対応するコンパクトタイプのものを新たに買い足す人が増えているそうです。売れ筋は1万円から2万円のものとのこと。もう残り在庫わずかです。発注しても入ってこないです。発注しても入ってこない、はい、もうメーカーの方が完売しておりまして、例年よりもおそらく1ヶ月ぐらい早かったと思いますね。今シーズンはこちらのホームセンターの各店舗全体で暖房用品の発注数が例年より多かったということで、製造するメーカー側の在庫は底をついたということです。